ラブとは、アメリカ合衆国のフォークロックバンド。1965年、アフリカ系アメリカ人のシンガー兼ギタリスト、アーサーリーを中心に結成された。活動当時は、大きな商業的成功を得ることなく解散したが、後年になり多くの批評家やミュージシャンたちによって高く評価されるようになった。 特に3作目のスタジオアルバム、Forever Changes は60年代を代表する名盤として評価が高い。1965年、ロサンゼルスの音楽シーンで、プロデューサーとして活動していたアーサーリーとギタリストのブライアン・マクリーンが出会い、ザ・グラス・ルーツというグループを結成。エレクトラレコードと契約するが、同名バンドがすでに存在していたことからグループ名をラブと、 解明、1966年3月、バカラック、春デビット作の、マイ・リトル・レッド・ブックのシングルでデビューする。間もなく、同レーベルのロックアルバム第1号となる、ファーストアルバム、ラブを発表。本作収録の、平常は、リノ・バレンテ、チェット・パワーズの曲で、ラブより少し後に、ジミ・ヘンドリックスがヒットさせたことで有名な曲。 1966年11月、セカンドアルバム、ダ・カーポ発表。18分に及ぶ大作、リベレーションなど、先進的な楽曲を含む。また、本作からのシングル、ナナナナイズは、ラブとしては、唯一の全米トップ40シングルとなった。1967年11月、サードアルバム、フォーエバー・チェンジズ発表。当初は、 ニール・ヤングがプロデューサーを務める予定もあったが、諸事情によりドアーズ等のプロデュースで有名なブルース、ボトニックが、リーの共同プロデューサーとして、アルバムの制作に当たった。ヒットチャート的には成功せず、全米154位に終わるが、後に再評価が進み、ローリングストーン氏が2003年に大規模なアンケートで、選出した、オールタイム。 グレーテストアルバム500でも40位に選ばれている。1968年、リーを除くメンバーが、ヘロイン中毒で活動ができなくなり、同年5月に発表した、シングル、You r e Mind and We Belong Together を最後にグループを去る。これ以降、ラブは、リーのソロプロジェクトに近い存在となった。翌年ブルーサムレコードに移籍して、アウトヒアを発表。続く、 フォルススタートにはジミ・ヘンドリックスが参加した。1972年リーがソロアーティストとして活動を開始したため、ラブとしての活動を停止するが、その後もたびたび再結成が実現し、2003年1月にロンドンのロイヤルフェスティバルホールで行われた再結成ライブではフォーエバーチェンジズが完全再現された。2006年リーは 白血病の診断を受ける。ロバート・プラント、イアン・ハンター、ライアン・アダムスやよら天皇により治療のための基金の支援コンサートが行われるが、8月3日、テネシー州、メンフィスのメソジスト大学病院で妻の見守る、中高いした。ありがとうございます。